人、物、金をテキサスへ CCIM のルークです。今日は、宮古ホテル、シアトル宮古というですね、大阪の、上町で、またまた岸教授と2人で動画を撮らせていただきます。岸教授とはね、5月に京都にお邪魔して、はい、で6月は長野までお越しになっていただいて、はい、でまた今月と毎月会ってますね、はい、ありがとうございます本当にいつもいつも先生、今京都はね、祇園町真っ最中ですよね。はい、この間山鉾いかがでした？今年はね、まあ天候に恵まれまして、どうもね、ちょっと雨もですね。宵山が30万人の人で、30万人、16日の晩ですね。はい、そして17日の晩、いや昼、はい、それには14万人、これは巡行でございますよね。あれ、京都って人口何人でしたっけ？140万人ですが、20%、 2割の方がどっと市場通りの会話に集まったら、まあ、それは大混雑ですね。そうですよ、まあ大変な人でございます。はい、ありがたいことでございます。はい、皆さんあれですかね、たくさん京都にお金落としていったんですかね。そうであればいいんですけど、現実にはなかなかそうではなかったというのが私の聞き及んでるところですね。それはちょっと残念ですね。やはり昔はね、京都へ来られて、はい、お泊りになって、というふうな方も多かったようでございますけども、まあ依然としてそういうことは多いんですけど、はい、やはり、その日の晩のうちに帰ってしまわれる。例えば阪急電車なんかは特別ダイヤを組んでまして、大阪まで、あるいは京都大阪の便を、はい、11時ぐらいまで特急なんかもずっと発車したんですけど、なかなか9時半過ぎるともうガラガラになったとかですね。あ、そうなんですか。そんなことで行動様式がコロナでだいぶ変わったというふうにも言われております。今回でも3年ぶりでしたっけ？そうですね、2年間、はい、ストップいたしましたから、まあ現場の歩行を感じなさっておられる保存会の方ですね、そういった方、やはり、どれだけそういうノウハウが、こう継承されていくかということが大変心配だというふうにおっしゃっておられました。まあ幸い、矛の立て方ともそういったも、手順といったものが、覚えていたというようなことをおっしゃって、矛は随分豪華で動く美術館とか言ってますよね。そうですね、ここの装飾品ですね、はい、前掛けとかですね、見送りとかですね、そういったものですが、まあ例えば室町時代に、はい、オランダ、ベルギー、そしてイタリアってのとこからもありました絨毯みたいなものをかけておりましてね、でまあ、そういったものもほぼ重要文化財ですね。国宝もございます。まあ、そういったものでしょう。まあ、祇園祭りというのは、その今申しました、いわゆる前祭りとか言ってまして、先祭りというんですけど、はい、これがまあメインのように思われておりますけど、実際は7月1日から、はい、7月31日まで続きます。で、この間に、まあメインになるのが、この先祭り、17日の巡行ということなんですけど、はい、残念ながらこの後祭り中なんですね。後祭りは24日でございます。これは、
初期祭り、後祭りはなぜこう思われたかと言いますと、はい、おみこしの新興祭と観光祭。おうん、新興祭というのはおみこしが御社殿を出られてお旅所に移られるお祭り、はい、そして観光祭というのはお旅所からまた神社におみこしが戻られる、はい、神様が移ってから、これが観光祭、これが24日なんですけど、その24日に合わせた後祭りというのがあるんですね、はい、まあ後祭りと言いますと、うんうん、と言いますかね、後の祭りと、うん、なんかイメージ悪いんですけど、うんうん、そもそも祇園祭ってのはどういう目的で始まったんですかね。はいはい、これはね、上元年間と言いまして、はい、平安時代に、それこそ今の状況と全くほぼ変わらないような状態、これが起こりまして、疫病とかですか。疫病が起こって、で、そのまず大地震が起こりました。ああ、はいはい、まあ、あの上元大地震というんですけど、有名ですね。上元大地震が起こりまして、はい、でその後疫病が発生します。そしてまた、その後ですけど、この富士山が爆発するの、大爆発が起こりまして、はい、でそれによってもう、うん、まあ、都はですね、疫病が蔓延するというのが起こります。でそのために、疫病の退散をお祈りしてですね、鴨川あたりも死体で溢れたって話もありますよね。そうですよね、でその時に、京都にですね、はい、新千園という、はい、お庭があったんです。そこに池がありまして、でその池の周りに鉾、はい、をですね66カ国、はい、ね、66州のそれぞれの山城の鉾とかですね、施設の方をこうずんと建てまして、はい、それで疫病退散のお祈りをしたというのが最初でございます。あ、もともと疫病退散の目的で始まったんです。そう、じゃあまさしく隠したのかね。そうね、今おみこしに混ぜてある御神体は、はい、スサノオノミコトと言ってますけど、はい、本来はインドの神様ゴズ天皇というですね、そういう、神様をお祭りしているんですね、はい、でこれが疫病の退散の神様でございまして、はい、まあそのお方をにお供えをしようと。でそれと上元年間とよく似た時代が江戸時代にもございまして、はい、これちょうど富士山が落ちて、宝永年間でございます。あ、はい、あの富士山がね、そうですね、はい、富士山にちょこっとあの、ポコッと横のところに、宝永火山というのがありますけど、 ありますね、はい、あの時も同じでありまして、まず、1707年に、はい、まず南海地震が起こります。でそれで、関西一円ですね、壊滅したんですね、はい、で同時に、まあ、当時ですから衛生状態が悪くなりますから、はい、疫病発生します。でそして12月ではですね、はい、その富士山と大分噴火がございまして、宝永大噴火、はい、で江戸の町でバーッとあの灰が降りまして、大変な騒ぎだったんでございますけど、でその翌年の1708年の祇園祭り、ここにはですね、はい、また京都市民、京都の町衆はですね、頑張るんですね。新しい、作り物をですね加えたりですね、そうやって神様に、ぜひともまたあの疫病退散をお願いしたいなと、はい、こういうことでお願いをするわけでございます。そういう心意気がですね、はい、やはり、大事かなと思うんですけどね。ですから、まあそのお祭りをするっていうのは一つのまあ財政支出を増やすわけでございますから、はい、今こそやはり
この求められてるのはやはりこのコロナで、縮こまるってなって、はい、財政支出も含めて、そうですね、そして財政支出と同時に、うん、国家国家のそういう姿勢に学んで、はい、各企業さん、はい、財界ね、そういったところが、はい、投資をする大事ですね、ね、はい、投資をする、はい、そういう方向性が大事かなと思うんですけど、大事ですね、まあ、政府もね、うん、今どんどんその貯金とかね、タース預金をこう投資に回すようにって進めてますよね。そうなんですよ、じゃないとお金回らないとやっぱり世の中活性化しないですもんね、うんうん、ところがやはりそれをどう回せばいいかという、そういうこの方向性をですね、うん、大変善意のこもった方向性をですね、普通の国民のために発信していって差し上げることが大事なんではないかと思うんでございますよね。確かに、はい、まあ参議院選で、ね、与党圧勝したんで、まあ、そういう方向で日本の国をよく知ってほしい、してほしいですよね。まあいろいろありますけども、でまあ先ほどの、うん、高山というか後の祭りでございますけど、はい、今年は後の祭りに新しいですね、引き山ですね、はい、まあ歩行ではないんですけども、うん、車がついてまして お囃子が舞うという、そういう山が復活いたします。194年ぶりでございます、すごいですね、はい、194年ぶりにこれが、はい、行列に、巡行に参加するということになっております。高山、高はノーアル高は爪を隠すの高でございますね、山という高山でございます、はい、うん、これが、7月の24日に、うん、巡行が行われます。そして23日にもですね、やはり宵山が行われるわけでございます。しかしなぜか、お客さんは、うん、先の祭りの宵山と巡行にはよく関心をお持ちなんですが、うん、私自身はですね、ええ、この後の祭り、これを、うん、後祭りをご覧いただいて、うん、これも大変味わい深いでございますよね。皆さんぜひ京都にいらしてくださいね、うん、いらしてくださいよ、うんうん、特にね、恋山っていうのがあります。恋山、恋山、カープの恋、はい、今別のことがね、違うこと、恋だからカープの恋ですねカープで恋というのはですね、恋、ね、山、これはですね、はい、立身出世、おお、うん、あ、その恋の滝登り、滝登り、うん、ね、恋はですね、恋は恋の滝登りと言いますけど、はい、恋は滝を登ってどうなったかと、うん、いうのまでご存知の方はなかなかいらっしゃらない。恋は滝を登って、そしてその先さらに登って料理だったと、うん、これが恋山のお話でございます。わあ、いいお話 ね、はい、うん、でここへお前、宵山の晩、あるいは恋山が巡行してる時に、はい、こう お祈りいたしますと、うん、将来の立身出世、そして発展が叶うという言い伝えもございますと。なるほど、どうぞよろしく。鳴かず飛ばずのこの吉祥もこの恋山に今年はお祈りをいたしまして、あ、いいですね、竜に変わっていただきよう。ますます活躍してください。今日は本当にありがとうございました。はい、京都の吉祥教授と、テキサスのルークでした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。